ということでね、山の中でも一応舗装はされてるんですよ、こうね、なんだか。おおおおお、見えてきた。ということでね、早速行ってみましょう。やばい、寒いな。ね、昼間ね、あったかかったんでね、ちょっとシャツ1枚なんですけど、今ちょっと山の中歩いてきたらめちゃくちゃ寒いですね。うわ、おお、こんな感じですね。うわ、写真も撮りつつでね、横ね、結構通りがある道路なんですよ。なもんでね、おお、すげえゴミ。表にね、一応看板はあるんですけど、あの看板はちょっと撮影してると目立つんで、あの昼間撮った写真で、というかこれでいいのかな。じゃじゃらしいですね。一応場所を確認するために一回来ましたけど、さあ行ってみましょうか。こちらね、ホテル青い鳥ブルーバードですね。まあラブホステル、ラブホですよね。ほら、なんかすごいのあるな。ほう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 、ビールだ。はあ、まあ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 、よくある作りですよね。あ、ここにあれか、あの金置いて、あのそれで管理してるおばちゃんとかが取り来るっていうね、システムなんかな。で、こっちが、おお、ゆずぽん昆虫、なんか音がするの、カタカタ音が拾えてますかね。ネズミとかですかね。すげえなこれ、ゴミが。雨漏りか、水の滴ることだな。なんでもここはですね、殺人事件があったとかないとか、いろんな噂があるんですよね。なんだ、あとはヤクザが経営してて、ここにあの実弾とかチャカが落ちてたとかね。杖じゃねえな、あ、チリ取りか。とかね、いろんなこう噂があるんですけど、おい、さあ、一応ね、これ全部回ってみましょうか。おお、ほかおだって、ほかお。ああ、これ誰か寝てたろ、これ。これ絶対誰か寝てたよな。
引きな状態になってましたね。ここか。あ、これは壁打ち破られてる。よし。お、紫のベッドじゃないですか。でもラブホとしてはちょっと部屋狭め。暴れられない？何暴れるんだっちゅう。うん、でまあね、あの殺人事件があったっていうね噂があるんですよね。で女性の例の目撃例があったりとかねするんですけど、風呂ここあれだ、スケスケだ。いやーん、ここあれじゃないですか、使った方懐かしいなって、そういえばあの時の男と来たねって、そういえば無理やりあの女連れ込んでとりあえずなんとかなったなとか、いろんな思い出があっちゃったりなんかして、うん、グリーンティーバーク。よし。お、ちょっとこれ敷石なんかあってね。おろすね。ちょっと和風。いやベッドだな。ベッドかい。よっ。すげえ。なんだこのビデオ。すげえなこれ。いや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 。うわ、スケスケ、いやーいやー、ちょっと、よし、こっちは、殺人、どうなんすかね殺人ね。アタッシュケースとかあるけど、チャカ入ってたのかな。うん、すげえな。なんでこんなに雑誌とかさ、雑誌置いてあったのかな、このラブホ。醤油とかもあるな。これ誰か暮らしてたろ、あのホームレスの人とか。いや、その可能性あるな。あ、これはあれか、ガラス磨き。松岡、わけ松岡、松岡、いや、これすげえ。うわー、これね、あの冷蔵庫あるんだけど、ちょっとダメなやつだな。ちょっとあんまり映さない方がいいな。ダメ。よし。で、こっちが。あ、ビデオすげえな。うお。本。これ、そうか、これ、おもちゃが入った。自販機ね。あー。すげえな、本が。ちょっとねやばいポスターがあるな。あ、等身大じゃねえけどね、あのあのそういう感じじゃないです。あの、なんだ、裸のお姉ちゃんがなんか映ってんだけど、スポコンスね。よし。で、あれか。おお、ここは一部屋ずつ。あの
ちょっと長めのポスターだったんですけど、あの裸の姉ちゃんが、おお、ちょっと待って、おお、トライアングル、懐かしいな、小中規則トライアングル、噂には聞いていたんだけど、猫缶部屋があるって。いや、猫缶だけじゃねえな、あ、猫缶も、猫缶がすげえな、黒缶とかね、焼き鳥缶もあるぞ、猫飼ってたのかな。だからホームレスの人が、あ、ほら、あるもん、ああいうの、猫砂じゃない、あれ猫砂だよ、猫砂10キロ買ってこいよ、ケント、ああ、これ隣のあれだな、隣がね、あの会社なんですよ、あ、これか、猫砂、これで終了かな。あ、ここか。あ、これ管理人ですか。はははは、は。いや、すげえな、これ。お？リーサルウェポン3。炎の約束。Back to the Future Part 2. The Phantom。お、なかなかあの名作があるじゃないですか。1989年、89年頃はまだやってたっていうことか。じゃあ、あ、すごいな、ビデオとかゴミが、これとにかくすごい。あ、でこっちがエントランスっていうか、あれか。おお、布団部屋？布団部屋だな、これ。リネン室っぽい。あ、そうだな、これ。あの、シーツ変える人たちが休む、多分。なんだこれ。すごくね、これ。なんだこれ。わかんないですけどね、なんかでかい機械が、はあ、ちょっと一回降りてみましょう。なんだ、ネプチューンだ、マジっすか、ふぉ、ふる、お、チャカだ、チャカじゃないっすか。グロックってこれ丸いのやつ、あ、これ俺持ってたわ。いやいやいや、エアガスよ、俺のは。あ、これ下だ、あー、でこれ何か、ここにもフロアの住み込みの人がいたわけか。ああ、当直か。ああ、これ外なんで、あんまりね、外でね、光出してんの。結構通るんですよ、ここ車。すげえ山ん中ね。一応樹海なんですけど、通るんすよね。なもんで、一応高齢術やりますけども、あんまり声は張らずにね。ということで、あ、心霊スポットで歌ってみましたのコーナー。はい。ということでね、このコーナーは、歌でね、ちょっとね、心霊をざわつかせて、キャメラに
を責められればというね、趣旨でやっております。はい。ということでね、ベッといっぱいありましたね。行きましょうか。例のベッドの歌。それでは、シャランキューでシングルベッド。ティン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 。流行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺、お前と別れ一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても車変えても結局変化のないまま、早く忘れるはずのありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させる。テレレテレレ、回転ベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだわって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。Thank you。 ということでね、先ほど、なぜこの部屋飛ばしたかっていうと、回転ベッドっすよねこれ。ここで歌いなかったんですよね。回転じゃねえのかなこれ。ただ丸いだけなのかな。ありましたね昔こういうので回るやつ。回転っすよねこれね。あ、こっち行くとね、鏡がある。いや、なもんでこの部屋飛ばしたんですよさっき。ちょっとね、回転どっこいしょ。素敵なベッドじゃないですかね。よし、さあということでいかがだったでしょうかね。何かね見えたよっていう方いましたらね、あのコメント欄にね、何分くらいにこんな感じで見えましたよっていうね、あの書き込んでいただけるとありがたいです。いやちょっとね、あの回転ベッドのとこからね声張っちゃったんでね、あんまりこうてか、あんま写真撮ってねえぞこれ。いやー、まあいいや、映像で残せてるんでね。なんかねこう隙間からね人が覗いてたなんかしますかね、まあ、見える方がいましたらぜひねコメントください。ということで
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いします。で、Twitter、Instagram もやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらね、覗いてみてください。それでは、この辺で締めたいと思います。それでは。